全日本5冠王者、青柳優馬7大会連続となる王道 T 初戦敗退の不名誉記録樹立。全日本プロレスの3冠ヘビー級世界タッグ王者、青柳優馬27の夏があっけなく終わった。シングル最強を決める王道トーナメント1回戦21日東京新木場1ストリングでは、本田ダ明明23と激突。 2016年の第4回大会から6大会連続で1回戦敗退に終わっているユーマは序盤からエルゴースマッシュやネックブリーカードロップで攻め込んだ。だがホンダが長田博士から伝授された長田ロックにで捕まり、ここからピンチの連続。勢いに乗る弱無者にペースを握られてしまう。得意のザ・フール、変形フィッシャーマンバスターも交わされ、強烈なラリアートの餌食に、 最後はファイナルベント変形パワーボムでマットに叩きつけられ3カウントを献上した。会見では自身が優勝して9月3日長岡大会で行われる3冠戦の挑戦者を逆指名すると豪語していたがこれで7大会連続の1回戦敗退。試合後はホンダから5冠王者青柳優馬から勝ったぞと絶叫されるも優馬は足元をふらつかせながら控え室へ消えた。